お久しぶりです、さっきビデオを見ていただけたでしょうか。一番初めに YouTube をやった頃に比べると、今はさっきの映像でもわかると思うんですけれども、一気に事態が変わってしまいました。今では中国、イタリア、そして3番目にアメリカが最悪な事態となってしまう。たくさんの人たちが職を失ってしまい、その日暮らしをしている人たちもたくさんいます。今後どんな風な形になるかはわからないんですけれども、約20万から30万くらいは国からお金を支給してもらえるという噂も今は入ってます。3月の7日に一番初めにコロナウイルスについてビデオを撮りました。その頃の地図を見てください。そして3月の14日2回目に撮った地図を比べると、まあ若干増えてるという、赤のポツポツが増えてると思います。3月の26日になるとですね、わかりますよね。赤い点がものすごい点在していますよね。特に見てわかると思うんですけど、東側の、海岸は今すごくひどいみたいです。現在ですね、今の時点で65,522人感染者がいるみたいで、死者が936人っていう風な数になってます。それでついに私たちのコロラドも外出禁止令が出てしまいました。後ほどどんな縛りがあるのかということは話しますね。先ほどもちょっと話したんですけれども、東海岸ではものすごく患者がいます。約6万5千人のうちの半分以上が、東海岸の方から出てる。特にニューヨーク州、それから、ニュージャージー、あの辺がひどいみたいです。呼吸器とか、それから部屋、患者を隔離するための部屋ももうなくて、さらにひどいのがナース不足らしいです。感染していない州もあったんですけれども、今はもうすでに全部の州が、感染してしまって、少ない、その中でも少ないアイダホとかノースダコタの州でさえも休校という形をまず取っている状態です。外出禁止令っていうのはまだ出てないみたいですね。コロラドのコロナウイルスが外出禁止令に至るまでの経過をちょっと話したいと思います。3月の12日の夕方に休校という連絡が入りました。学校が一斉に3月の下旬まで休みというふうな形だったんです。今ではもう4月の17日まで、延期というふうになりました。でもおそらく夏休みに突入していくんではないかと周りの人たちは話してます。そして3月の14日に、スキーリゾートが閉鎖になりました。それでですね、3月の16日にレストランとかあとバーが8週間の閉鎖というふうな形を取りました。ただしテイクアウトとか、ドライブスルーは大丈夫です。その時にね、やっぱり文句とか賛成の声もありました。そしてですね、3月の24日ボルダーの街に外出禁止令が出ました。ボルダーというのは、こっちの方に見て赤いこの枠に入っているところがボルダーという街なんですけれども、そこはアスリートが来てトレーニングしたり、すごくハイキングとか、スポーツの街ですごい賑わう街なんですけれども、そこが外出禁止令にまずなってしまいました。今は3月の26日なんですけれども、朝6時に外出禁止令がコロラド全体に出されてしまいました。この詳しい内容が、ちょっとこちらの記事にもあるんですけれども、まあ、大きく言うと、まずとりあえず家の中にいろと。そして外出するのは必要な、時のみ、最小限に、してくること。つまり食料品を買ってくる、いつまでもだらだらお店にいないで
必要なものだけを買って帰ってくる。そしもしくはガソリンスタンド、あとは薬を取りに行くということにのみ、外出を許可している。そしてハイキングとか公園とか行ってもいいんですけれども、6フィートなあ、どのぐらいだね、足を6つ分ですね、2メーターぐらいの距離を取らなくちゃはいけない。それから集団での活動は避けなさいということです。職場に、それからですね、職場に物を取りに行ってはいいんですけれども、職場で仕事はしちゃいけない。もしするのであれば許可されてるという用紙、紙、手紙が必要になってくるというんですね。だから手洗いは必ず20秒以上しなさいということなんです。2日くらい前に、まだ外出禁止令が出る前にターゲットに行ってきました。もう棚は何にもないです。お菓子とかはあるんですけれども、その小麦粉とか卵とか牛乳とかはまず制限が敷かれていて、お客1人当たり、1つというふうな形を取られてます。缶詰はもう完全になくって、人もほとんどいませんでした。4日くらい前に主人がコストコに行ったんですけれども、50人制限っていうふうに制限がもう敷かれていて、50人が買い物が終わったら他の50人が入るということで、こんな感じで、もう列を作っていました。でこんな時になんですけれども、面白い写真を撮ったので見てください。トイレットペーパーとか消毒液はもう完全になくなってるので、それを陰で売っている、闇市みたいにして売ってる人がいました。こんな感じですね。それほどにもうトイレットペーパーはないですし、消毒液はないので、買う人もやっぱり何人かいたみたいですね。今はこんな状態で、本当に子供から大人まですごく息苦しい生活をしています。なぜこんなに膨れ上がってしまったんでしょう。普通に考えて、日本は、1億2000万人ですよね。そしてアメリカが約3億2000万人ぐらいだとします。3倍の人口ですね。普通に考えたら、日本が感染者が約今1000人だとしたら、単純計算でおそらくアメリカは3000人ではないかと思うんです。ですけれども、今この6万人に行ってしまった、なぜでしょうっていうことで、ちょっと面白い記事を探しました。対応の仕方がまず違かった、行政の対応の仕方が違かったんじゃないかと。かなり早い段階で抑えたので、よかったんではないかと。今アメリカは若干遅いということで、周りの市民たちは結構声を上げて怒ってるみたいです。それからテストをコロナウイルスのテストを最小限にしている、ちょっと面白い現象なんですけれども、テストを最小限にすることでコロナウイルスの感染者を下げた。つまりもうパニックになってる子どもたち、もしくは大人もいるので、その子がむやみやたらに病院に行って感染してるということが感染者を増やしてしまった原因なんではないかと。あともう一つやっぱり言われていることが、日本はスキンシップは少ないので、その辺でもうイタリアなんかはもうこうスキンシップだらけなので、あんなに爆発的になってしまったんではないかと言われてるんですけれども、そういう意味では日本はスキンシップが少ないということも一つの要因になるのではないかと言われています。そして最後にやっぱりマスク。
冬になるとマスクを使う人もいるし、基本的にエチケットとして、保持している人もいるので、やっぱりその辺で免れたのではないかということです。最後に、日本はもう一つは納豆を食べるからではないか、棚から、納豆が一気に日本では消えたというくらい、やっぱり納豆の、食べる量は多いですよね。スーパーフードとも言われて、高タンパク質、さらに免疫力を高めるという食べ物で、やっぱりコロナウイルスにかかる、感染者が少ないのではないかと言われてるみたいです。わからないですけれどね、この辺は。本当に困ってしまったこのコロナウイルス、学校もですね、さっきも言ったんですけれども、おそらく9月8月ぐらいまでに夏休み込みでこのまま突入していくんではないかと言われています。ただしオンラインスクールを、4月の下旬ぐらいから始めてもらえるということで、今は私はこんな感じで子どもたちに教えていますけれども、まあね、子どもはやっぱりお友達が恋しいみたいで、そういう意味では本当にかわいそうだなって思ってます。でもなんとか私も子どもたちが暇にならないように出ます。また何か違う状態に なるのであれば、アップデートをしたいと思いますので、よろしくお願いします。それから、今は私の、YouTube は日本とアメリカの違い、もしくは違いに趣を置いた、YouTube チャンネルなんですけれども、今こういう状態なので子どもたちにコーディングをね、教える YouTube を作ったり、ビデオを作ったり、ちょっと違いだけではなく、ビデオを作ることもあるかもしれないんですけれども、その辺はご了承ください。それでは、またバイバーイ。